えーどうも、ひとつきまさの清水です。私はですね、あのー、まあ、うつ病経験をしましてですね、で今日はちょっと寝不足で疲れてます。はい、えー、っと、アップルウォッチで見たらですね、5時間半しか今日は寝れてないですね。でさっき1時間昼寝しましたけど、まあ、これでもだいぶ寝れるようになった方です。でまあ、それで今日ですね、あの朝カウンセラーのところに行ってきたんですよね。 カウンセラーのところに行ってきて、まあ、カウンセラーも合う合わないあるんですけどね、まあ、何人かを経て私はいいカウンセラーさんに会ってでそのカウンセラーさんにあの話を聞いてもらってる最中なんですけどまあなんかああなるほどなーっていうあの非常に、えー、面白い面白い <laughs>、あのー、指摘が客観的に見ると面白い指摘があったので,でしかも私も納得しましてでそれをちょっと話しようかなというふうに思ってます。 今日ちょっとあの眠いんであんまりこうテンポよく話せないんですけどまあ私はねあのーまあ、月元気な時は1,500冊ぐらい本も読むしでめっちゃ働くしねでまあ最近一番稼いだのって月2,000万ぐらい稼いだんですけどなんかそれもね 稼いだりとかでしかも最近あんま欲しいものもないんでお金を貯めているとでまあ、そんな私がねこうそれが12月だったんで、まあ、12月はかなり落ち込んでたんですよねですごい大変だったでまあ、123月じゃないですか今ねで,で12月そんだけ稼いで,でまあ、利益もだいぶ出ましたで まあ利率がほとんど稼ぎなんだよね2,000万でまあ3月2月も結構稼いだ2,000万はいかなかったけどであんま欲しいもんないんでお金をこう貯めるわけですよ結構ででも全く安心できないのね不安ばっかり募るんですよね怖いな辛いななんかもう俺なんか終わりなんじゃないかなみたいなねこう不安がずっと消えなくて なんでなんだろうなというふうにずっと疑問だったんですよねで私はあの、まあ、うつ病だった時ね本当にうつ病がひどい時っていうのはもう1年以上全く働けなくて貯金を食い潰して生きてたんですけどもでまあ、それがだんだん良くなってきて働くようになったらこうお金も稼げるようになって、まあ、とはいえだいぶお金も減ったんでね貯金しようお金増やそう節約しようっていうふうに思ってこう お金をこう稼いで節約して増やしてるんですけどこのですね不思議なことにお金をいくらお金がいくら増えても本当に不安が消えないで私はこれ最初ねあのー、お金が増える量が少ないから不安なんじゃないかというふうに思ってたんですけどどうも違うとなんか結構稼いでも消えないでしかも溜まっても消えないと。うん ななんだろうなこれはというふうに思って今日カウンセラーの人にねその話を正直にこうしてたんですけどもでまあ私はねあのカウンセラーの人とも8回7回それぐらいずっと話をしてるんですけども私の生い立ちを少し話すとですねこう3歳の時に私父親に捨てられてるんですよ。で父親に捨てられてて非常に辛い思いをして。 えー、落ち込んでますよねで落ち込んでてあの「お父さんいなくなっちゃった」ってすぐ落ち込んでる時にまあ、あのー、離婚なんで、えー、離婚するっていうことはですね、えー、当時昔の田舎私滋賀県出身なんですけども滋賀県なんか田舎なんではねもう一大事なわけですよ。ね現代の東京だったら「あ離婚したんだへえ」ぐらいなんかもしれませんけど、あのー、当時はもう一大事で親戚中がこう集まってきてですね母方のね親戚中が集まってきて。 でなぜかですねこう、私もその親戚会議にこう一緒にいて、3歳ですよ、ういてですね、でそれでこう、その親戚のね、おじさん、おばさんたちが私にあのこう言うわけですよ、お父さんがいなくなったと、これからは長男の裕子君が父親代わりとなって、しっかりお母さんを支えなさいってこう言うわけなんですよね、あれがいまだに覚えてる、もうずっと、あの言葉が私の人生を縛ってると言っても過言ではないんだなということを最近、気づきました。 でまあ、子供からするとです,、ね、こうすごく辛いわけですよ、で、寂しいわけですよね、で本当は泣きたい、甘えたい、でそういう状態なわけですよで、そういう状態にもかかわらず、大人たちはこう、お前がちゃんとやりなさいとう言うわけで、そうすると、あ今、俺、甘えちゃだめなんだとか、悲しんじゃだめなんだ、頑張んなきゃだめなんだっていうふうに思って、こうずーっと頑張り続けてる。 でだからどちらかというともう止まったら止まったり休んだら死ぬみたいなもうそういう感覚でずっと生きてたんだなっていうことをですね最近気づきましてでずっとそれを続けてるんですよね私は。で最初は私ねいろんなその事実無根の報道とかで傷ついたりとか辛い目にあったりとか、まあ、うつ病になったりとかね。あのー してでそれが原因なのかなっていうふうに思ってたんですけどなんかそれはまああくまで分かりやすい事例にすぎなくて根本的な原因というのは子どもの頃にそういう目に遭っているから常に走り続けないとこう不安だとでここにも書いてるけど安安安心心ししたたらら不安にななる状態なんですよ安心したらだからわお金がたくさんあったこれで安心っていうふうにならないんですよね。でこれは私 学生時代からまあ、が大学ねあの私5年かかってるんです卒業するの。で最後の1年間ですねなんでかっていうとベンチャーで役員をしながら働いていたので、えー、まあ、卒業はちょっと遅れてしまったんですよね。でその時に思っもうそうだったんですけども私入社して3年目ぐらいで年収で多分1200か1400万ちょっと細かい数字は覚えてませんけどそれぐらいもらえるようにこうなってですね まあ、よう稼いでたんですよねもうめっちゃ働いてたんですよねで貯金もできてたんですけどそんだけ稼いでんのにやっぱりで貯金もしてましただけどやっぱりまだまだ働くぞっていうのはこなんかちょっとおかしいですよねで会社起業してからもさらにそれよりも年収は増えたんですけどもまあ本当に起業してからですねこう稼いだもん使うみたいな感じだったんですよね 私はカメラが結構好きで、えー、カメラのレンズとか好きなんですけどもいいなって思ったも多分すぐ買うみたいな感じでライカのレンズとか100万とかするんですよねでもうほんと脊髄反射的に買うで、えー、なんか友達と飲みに行こうぜみたいなね私飲まないけど <laughs> あったら行こうっつってすぐ使うでなんか欲しいものなんからすぐ使うみたいな感じで本当にもう1億円稼いでも1億円使うみたいななんかそういう感じだったんですよね。だけど そういういことなんでしてたのかなっていうふうに言うとなんかねお金が溜まっっていくと不安になっちゃうわけですよ、ね、あので稼げるけど不安だからそうすると使っちゃうわけで使ってるとその不安がなく変な言い方だけどこの安心というものを積み上げないから不安が発生しなくて不安にならないっていうねこうもう要するに刺激でごまかしてるみたいな感じになるわけですよいやこれはね 今日なかなかそうか俺安心したら不安になるんだっていうこうへーっていう土折中年っていう感じですよねだから本当にね子供時代に受けた傷三つ子の魂100までじゃないけどものすごい影響出るんだなあっていうふうにこう実感しましたたまたまそこに私はなぜか大量に本を読むとかねあの仕事ができるっていう才能がくっついてしまっていたのでね 同じだけの才能を持ってる人がいたとして、えー、その人が死ぬ気でねあの止まったら死んじゃうみたいな感じでうわーってやるかなんかまあそこそこ頑張るかだとやっぱ結果に差出ますよねでそのエネルギーの源泉っていうのはその子どもの頃の経験だったんだっていうのがねあのー、思ってでカウンセラーの人にいやこれどうしたらなくなるんですかねーって。 お金は稼げるとは思うんですけど、稼いでも稼いでも、貯めても貯めても不安。で、貯めずにこう使いまくってた気晴らしでは不安は消えるけど、結局不安って、なんか不幸ですよね。どうしたらいいんですかって聞いたら、まあ自分との対話をね、あのー、深く長く続けていくことによって、いつかちゃんと消えると思いますよっていうふうにはこう言われて、そんなもんかっていうふうに。私はこの、なんかそのこのうつ病になった原因とかですね、早く消したいっていう思いはやっぱ強いんですけど、こう、焦るとね、 余計悪くなると思うので、まあ、のんびりやるしかないんだろうなあというふうに、もう、思ってます。で、今日もね、寝不足の時ってねあの、落ち込むんですよ。疲れるし。7時間ぐらい寝るとそうじゃないんですけど、はあ、って思いながら、ね。で、それでも動画撮ってるでしょいや、これ、クソ真面目なんだよね。これもね、止まったら死んじゃうって思うから、ちゃんと動画撮ろうとかね、読書しようとか、仕事しようとかっていうふうに思ってやってるんですよ。 よくないね、本当に。ああ、でももう、勝負んだから仕方ない。で、これに対してね、なんか、これをすればいい、あれをすればいい、これをすればいいっていうふうに、いろんな、こう、ご意見をいただくんですけども、いや、ほとんどやってますね。うん。いや、ほんまに。だけど、まあ、すぐには結果出ませんよね。まあ、のびりつき合うしかないな、というふうに思っております。あの、本当に、あの、いろいろ見ていただいたり、ご心配いただいて。 本当にありがとうございます。あれしたらい、い、これしたらい、い、これしたらいいっていう風にアドバイスをもらうと余計にしんどくなってしまうのでまあ,あの、温かく見守っていただけると幸いです。はいまあ、そんなわけで今日も読書。